はい、行きましょう。縄張りバトルバスパーク。今回、プロモデラー MG 使います。よし、行こう。このね、チェイスボムね。チェイスボムあるから、楽しいわけですよ。場所溜まった。よし。よっしゃ。この辺に置いとこうか。スーパッショ。やば。どこだ？あ、いけ！くそー。カモン今日ほんまに飛んでんか？ダメじゃねえかよ。危ねえじゃねえかよ。よいしょ。危ねえなあ、もう。やっぱカモンは信用ならんな。よし、行こう。スライム？結構来たなぁ。結構いったお金くくるしかないぞ。よいしょ。くそ。あー、これはまずい。かそうですか。やられたな。やられたな。ちょっとあれ使ってみようか。52ガロンデコ。ちょっとトリッキーなね。チェイスボムがついた52ガロンね。スペシャル何だったっけな、あれ。普通はスプラッシュシールドの方がどう考えてもいいと思うんじゃけどさ。じゃあチェイスボム好きからしてみるとちょっと気になる存在ではあるんよ。まあ、普段使わんけどさ。トルネードか。結構縄張り向きだと思う。縄張り向きだな。トルネードなんか基本当たらんからね。まあちょっとどかせるくらいでね、バスパークのあの真ん中の高台から。よし、行きましょうか。アーヒスパ、これ初めて使うんじゃないのかな。ロケットもあるな。わあ、でもこれインクのこのさ、燃費も悪い上に、チ
チェイスボムってかなり危ない船。相当うまく運用していかんと。危ないよ。あ、ナイス。よし、よし、よし。かも見えんし。ああ。おお、自分から飛び込んだ。さあ、ここ飛べるかな。あっぶな。インクー、インクー、やべ、チェイスボム後に戦うのやべえな。インクマジ、インクはよ、やばい、あらやばい。これちょっと難しいな。チェイスボム、あー、やっぱ MG、 MG くらいの方がいいと思うよ。でスペシャルもトルネードじゃっけ、スパスの方がいいよな。よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。